最後に子育て支援くじについてお知らせをいたします。収益金の使途を子育て支援に限定をしました。初めての宝くじとなります子育て支援くじが4月28日土曜日から発売をされます。この宝くじは子育て支援を目的としているもので、熊本県内で販売をされました宝くじの収益金が本市の子育ての支援事業に役立てられます。現在発売中のドリームジャンボ宝くじと合わせまして、ぜひ市民の皆様方におかれましては、熊本県内の宝くじ売り場でですね、ご購入をいただきますようお願いを申し上げるところでございます。なお詳細につきましては、お手元の資料にてご確認をお願いをいたします。私の方からは以上です。